か、僕は気持ちじゃなくて興奮を積んでたんだね。なるほどね。なんだだってこれ、ちょっと村なんでちょっと、抽選します。はい、誰が来るのか全然、ガラシア。オフェンスワンで、オフェンスワンで本当にいいのかなだって。おい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 。おいおいおい。言うねー、君いいね。ロケット突き立てちゃうよ。君言うね。へえ、そうかい。ロケット突き立てちゃう。ハンターお前な。めっちゃ絡むやん。毎試合やってんのその絡み。毎試合やってんのそれ。やべえやつ来た。やべえやつ来たよこれ。やべえやつ来た。毎試合やってんのかなぁ。気になるなぁ、ほんと。あんた、お前な。当ててオフェンスマンで本当にいいのかなロケット突き立てちゃうよ。あんた、お前な。めちゃくちゃキャラ濃すぎやろ。こんなキャラ濃いやつがまだこの世の中に残っていたとはな。感動だよ。あ、これ、泣きべろ、これ、泣きべろ。あー、まあ、いいよね、いいよ、全然。まあ、ナケピエロはね、まあ、この後もたまに取っておいてと言っても過言ではないですから、まあ、ロケットね、突き立てるなら突き立ててもらいましょうかね。あー、楽しみだよ、僕は。あー、ロケット怖いよー。ロケット怖いなー。ロケット怖い。あー、ロケットが怖いよー。あー、僕ロケット怖いから泣いちゃうよ、これ。ほんとに。僕泣いちゃう。やるなやるじゃないか。だが貴様はふっとチェック僕の必殺技スーパー石崩しからの気持ちは温存。おい最近のサバイバーってすごいね。ああいるね。あっ来た来た来た。どうもロケット突き立てるんですよね。どうやって突き立てるんですか。絶対おったらダメ。後悔するぞ。でも追いたいのだって対戦前であんなこと言われたんだから追いたくなっちゃうの。ロケット使ってみな。ほらうわー倒しちゃったよ。どうしよう倒しちゃった。どうしよう。でもまだこっからまだロケット2本残ってるからね。こっからロケット突き立てられちゃうかもしれないからね。石像ぶち当てちまうぞサバイバーお前な。さあ救助狩りですね。あ救助狩りスーパー救助狩りちゃん。さあ出てきた瞬間になこれ。いやでもなこれロケットで逃げられるのちょっとやだな。ロケットで逃げられるのやだな。ここあロケット疲れる。やばいロケット疲れる。まずいやばいもう終わった。やばいチェイス伸ばされる。あ終わったこれ。このナケピエロさんの作戦にまんまとハマってるかもしれん。今んとこ来た。おおないロケット突き立てられたやばい完全にやばい。そしてロングアームかもしかしておいやめろあぶねーあぶねー完全に僕がやられるとこなんてなってね。本当にもう相手に乗せられて完全に終わるとこだった。危ねえ。おいナケピエロさんもしかしてそういう作戦かい。僕にこうやって気持ちを乗させてなんかうまくそっから運んでいこうという流れなんかい。僕を油断させてやるじゃないか。こういう作戦だったのか。おおだったらちょっと話は変わってくるな。ただのやべえやつだと思ったらもしかしたらやばくないやつかもしれないという。はい僕の初めての液像。はい嘘でしょ三倉さん救助にこんな嘘だ。フェスなんてそんなことがあるわけがない。こんな素敵な仲間を見せるのかい君たちは。いいのかいそれで。ああ愛しのナケピエロちゃん。最初はあれだったけどなんか次第に愛着が湧いて実はちょっとお気に入りだったのに飛んじゃったよ。いいのか本当にそれでサバイバーたち、大切な仲間だろ。いいのか本当に、本当にいいのか君たちはそれで。さあ、どこにいるんだ。なんかちょっと寂しいね、泣きピエロちゃんがいなくなっちゃったこの空間、寂しさを感じるよね。いた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 、はいはいはい。いやー、なんか物足りねえんだよな。あいつがいたあの時比べたらやっぱなんか物足りねえんだよな。なんかプレイにもキレがなくなってきてんだよな。あいつがいた時はあんなにキレキレだったのによ、いつの間にか俺はキレというものをなくしてしまったよ。いつからか俺にとってあいつが必要な存在になっていたのかもしれない。きっとそうだ、あいつは俺に大切な何かを教えてくれたんだ。石像のキレがねえ、くそー。なんだ、さっきまであんなに当たってたじゃないか石像、どうしたんだマキピエロ。これから離れるなよ。あれだ、やったれだ、あいつのためにも俺は勝たないといけないんだ。あいつが見てんだよ、あいつのためにもよ俺はやらなきゃいけないんだ。はっ、どうする。ほい、あ、これこれダウン取れたら熱いよ。もう来るね。お土ホリホリ、あ、お土ホリホリ、救助狩りさあ、救助狩りを決めたい。さあ救助、もう上がるか、すんのめなのか、もうすんのめなのか、もうまだまだ上がらないね。よし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 、でかいぞこれ、上がらないの。うわ、うまい、うますぎる。なんでその敵の敵じゃない、待て、これあるぞラッキーピエロちゃん、あるぞこれ。君のために僕勝つから、君のために僕勝つからね。やった。やばい、ラッキーピエロが空から応援してくれてるよ。完全にこれはやばいぞ。キョン釣りするからね、君のために。さあボタン5ショッつって、よし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 、おい、やばいやばい、これ熱いぞ、これ熱いぞ。はーっ、さあキョン釣りやるか。ほい、あ、待って、やべ、あ、5、4、あ、待て、4、3、あいつのためにもキョン釣りんだって。ラッキーピエロ、ありがとう。お前の応援があったおかげで勝ったぞ。ありがとう。最後に聞こう、これいつもやってるんですかって聞こう。ピエロさん、あ、ゆりさん、いい勝負でした。で、一つ聞きたいことがあって、これ、毎試合やってるんですか？どうだったら。はい、いろいろ。いや、気になるな。これだけちょっと聞きたいのよ。あ、ちょっと返信が毎試合何かじゃやべえやつじゃねえか、やべえやつじゃねえかよ。いや、いいと思います。キエーとか言ってんの、私ですよとか、キエーとか。いや、いいと思うんだね。あーね、あ、僕好きだな。誰にも迷惑かけてないからね、一人でやってる。またね、また後で当たったらよろしく。一人でね、もうめちゃくちゃやる分にはいいんですよ。もう誰にも迷惑かけてないし、なんか悪口言ってるわけでもないし、おもろいなぁ。こういう人がね、本当にまだ、この第5人格に残ってたってのが、嬉しいね、本当に。動画見てくれてありがとう。これからも第5人格の最新情報やプレイ動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。それでは、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。